セロ弾きの豪手宮沢賢治。一番下手でしたから、いつでも学長にいじめられるのでした。セロが遅れた、やり直し。はい、空と思って引き出したかと思うと学長が怒鳴りました。ダメだ、まるでなってない。今日は練習はここまで。ゴーシュはボロボロと涙をこぼしましたが、気を取り直して一人もう一度弾き始めました。その晩、ゴーシュが遅くまで練習をしていると、三毛猫が入ってきました。トロイメライを弾いてごらんなさい、聞いてあげますから、と言ったりしたので、ゴーシュは尺に触って嵐のような勢いでインドの虎狩りを弾き始めました。すると猫は目からパチパチ火花を出して、風車のようにぐるぐるゴーシュを回り、しまいにはよろよろと逃げていきました。次の晩には天井の穴からカッコウが降りてきました。音楽を教わりたいのです。カッコウと一万言えば一万みんな違うんです。私はドレミファを正確にやりたいんです。ゴーシュはドレミファソラシドと弾きました。カッコウもカッコウと鳴きました。いつまでも続けているうちに、ゴーシュはふっと、なんだかこれは鳥の方が本当のドレミファにはまっているのかなという気がしてきました。ゴーシュはピタリとセロをやめました。するとカッコウは、どんな生き地のないやつでも喉から血が出るまでは叫ぶんですと言い、もう一遍と頼みました。ゴーシュが、なんて生意気なと床を踏み鳴らすと、カッコーは驚いて何度もガラスに頭をぶつけながら矢のように外へ飛び出していきました。その次の晩にはタヌキの子が入ってきました。ゴーシュは追い払おうと、タヌキ汁を知っているかと怒鳴りましたが、タヌキの子はあんまりにもぼんやりと首をかしげるので、思わず吹
き出してしまいました。タヌキの子は小太鼓を習いに来たのでした。二人は愉快な馬車屋を弾き始め、おしまいまで弾いてしまうと、タヌキの子が言いました。ゴーシさんは2番目の糸を引くときは遅れるね。ゴーシはハッとしました。確かに夕べからそんな気がしていたのです。夜が明けるとタヌキの子は慌てて出て行ってしまいました。次の晩も扉をコツコツと叩くものがあります。入ってきたのは野ネズミの親子でした。何やら子ネズミが死にそうなので直してやってくれと言うのです。俺が医者などやれるもんか。ゴーシュはムッとして言いました。母ネズミは泣きながら、さっきまでゴーゴーと鳴らしておいでだったのに、坊やが病気になるとピタリと止まってしまうなんてと言ったので、ゴーシュは驚きました。なんとセロの振動で病気が治るというのです。わかったよ、やってやろう。ゴーシュは子ネズミをセロの穴から入れてやり、なんとかラプソディをゴーゴーと弾きました。じきに子ネズミも良くなって、母ネズミはありがとうございますと銃も言って嬉しそうに出て行きました。それから6日目の晩でした。ホールでは拍手の音がまだ嵐のように続いています。金星音楽団が守備よく第6交響曲を仕上げたのです。ゴーシュ君、何か弾いてやってくれ。学長は言いました。君だ君だ。楽団のみんなも言いました。ゴーシュはアンコールにインドの虎狩りを弾きました。聴衆はシーンと聞き入っています。今夜は変な晩だな。ゴーシュは思いました。ああカッコ、あの時はすまなかったな。俺は怒ったんじゃなかったんだ。